ポートアーサー事件とは、1996年4月28日に、オーストラリアタスマニア島の観光地、ポートアーサーで起こった大量殺人事件である。犯人は、マーティン・ブライアントで、死者35人、負傷者15人を出した。1996年4月28日の午後1時半頃に、最初の事件現場となったカフェに、マーティン・ブライアントが車に乗って訪れ、当初は、 外のテーブルに座って、ランチを注文して食べていた。食事が終わると、店の客に対し、白人ばっかりだ。ジャップは少ないなというと、店内に入り黒いスポーツバッグから AR-15、15アシャルトライフルを取り出して、無差別に発砲。わずか90秒の間に20人の死者と12人の重軽傷者を出した。すぐにブライアントは、カフェの駐車場に向かって発砲し、 観光バスの運転手や乗客を射殺。さらに別のライフルに持ち替え、自分の車を運転しながら通行人を次々に射殺。そして数百メートル離れたガソリンスタンドに到着するや、そこにいたカップルの女性を射殺し、相手の男性を車のトランクに押し込めて、再び運転した。コテージに到着したブライアントは男性を車のトランクから引きずり出して、車に火をつけた後、 男性と共にコテージに立てこもった。数百人の警察とマスコミ、野ジ馬がコテージを取り囲んでいたが、コテージのオーナー夫妻やガソリンスタンドから連れ出された男性の情報がつかめず、コードレス本の現地切れで、ブライアントからの連絡はすぐに途絶えた。また、建物の周囲が遮蔽物の全くない広い芝生だったこと、コテージの主人が銃のコレクターで屋内には多数の武器があること、 電波状態が悪くて、スナイパーと指揮所の連絡ができなかったことなどの理由で、特殊部隊の突入も見送られ、一夜が過ぎた。事件の翌朝、コテージから出火するや、ブライアントが飛び出してきて、すぐに取り押さえられた。焼け跡から、オーナー夫妻、ガソリンスタンドから連れ出された男性の遺体が、発見された。後に、オーナー夫妻とブライアントが知り合いで、彼が、 カフェに向かう途中で、すでに夫妻を射殺していたことが判明した。ブライアントは知的障害で知能テストの結果も平均以下であったが、事前に現場を下見していること、複数のライフルを用意していたことなどで計画的犯行をとされ、また精神鑑定で責任能力ありと判断されて、仮釈放なしの35回の終身刑を宣告された。動機は今もはっきりわかっていない。 マーティン・ブライアントは2002年2月未明に刑務所内で自殺を試みるも未遂に終わり、現在も服役中である M16 として、米軍等でも正式採用されているものからフルオート機能を削除しただけのアサルトライフル AR-15 を、ブライアントが何らの事前審査もなく購入していたことが報じられると、銃規制を求める声が高まり、この事件が起こって、 わずか12日後にミリタリータイプのセミオートライフルの輸入と販売の禁止が決定した。その後、オーストラリアでは国全体の銃規制を導入した。このため、この種の大事件の例に漏れず、陰謀論がささやかれ、銃規制推進派による自作自演でブライアントは無実であり、政府のエージェントが実行犯だと主張する本が出版されている。ポートアーサーの前に広がるワン。 ありがとうございます。